1951年の台風のデータ。この年から気象庁により台風に関する統計が開始された。北西太平洋の熱帯低気圧のうち最大風速が秒速17.2メートル以上のものという台風の現在の定義は1953年から使用されているが気象庁の台風に関するデータベースはこの年から作られている。これは 1951年と1952年については台風の定義が現在の定義と事実上等しいからである。この年の台風発生数は21個と少なかったが、日本には8個の台風が接近し、うち2個は上陸台風であった。10月に上陸したルース台風は各地に大きな被害をもたらした。 19万5千1 0 1 1 9万5千1 0 0 2 9万5千1 0 0 3 9万5千1 0 0 4 9万5千1 0 0 5 9万5千1 0 0 6 9万5千100719万5千100819万5千1 9 9万5千11019万5千11119万5千11219万5千11319万5千11419万5千11519万5千11619万5 115 15, 15, 15, 15, 16, 195,117,195,118,195,119,195,120。台風20号としては、統計史上最も遅い日時に発生したまた、12月に台風20号が発生したのは、この年と1977年のみである。この台風は、フィリピンに大きな被害をもたらした。195,121AB、台風の統計が、 昭和26年からの理由、ヤフーニュース。ヤフーニュース個人、2020年6月21日閲覧。気象庁台風経路図1951年、www.data.jma.go.jp。2020年6月21日閲覧。デジタル台風、台風リスト。a g o r a x n a c j p 2020年8月1日閲覧、ありがとうございます。